らから行かせてもらおう。それで終わる。みんなお願いします。
どうした？結束変えて。サルファが。これは一体何が？少し前から元気がなかったんです。それでついさっき。ああ、マナがここまで衰弱するなんて聞いたことがないけど。それじゃ助からないの？なんとかせんか、三流教師。三流？有事に役に立てないようでは、教職としての資質を疑われても致し方ないですね。そう言われても。そうだな、マナの魔力を回復させる薬なら効くかもしれない。なんだ、方法あるんじゃない。それでその薬はどこ？今はないよ、作らないとね。旧校舎のずっと奥に咲いている月の花が必要なんだけど。旧校舎だな。よし、早速出発だ。先生、サルファのこと見ててもらえますか？ああ、もちろん。危険な場所だから気をつけてね。はい。あ、でも。どうしたの？サルファがいないと僕は戦えない。何言ってるんですか。水臭いですよ。こんな時くらい私たちに任せといて。ありがとう、みんな。そんじゃ急ぎましょう。月の花を探さないとね。ベイン先輩は無理せず後ろで見ててください。こちらから行かせてもらおう。
手並み拝見だ。Thank you.
預かったはいいものの、困ったな。弱ったマナの世話なんてしたことないし。その猫は？ああ、体調が悪いとかで、ベインから預かったんだ。そう。生徒たちは？月の花を取りに。マナの薬を作ろうかと思ってね。そう。よかったらその猫、預かりましょうか。え、いいのかい？猫の世話なら心得てるから。いや、助かるよ。それじゃ、僕は薬を作る準備をしてくるんで。軽くなったわね、あの頃と比べて。二人ともいるかしら。はい、もちろん。バレバレか。うまく隠れてたつもりなんだけど。今の話は聞いてた？わかってます。電柱の邪魔をしてくればいいんですよね。いいえ、今回は